来ましたよ。まあまあ感じですよ。はい、バッチリいいとこかかってますね。はい、かけましたよ。今ねこれがゴールド。ちょっとねやっぱりキラキラ系のね線や結構強いこと多いんで、ぜひね取り入れていただいて、まあ今のもね65からで60ぐらいで軽く食い上げましたんで、もうどんどんね速攻スペシャルでねかけに行って攻めた釣りをねしていただければかなりまたね楽しくなると思うので、はい、ゴールドですね。はい、まあバッチリなとこかかってますね。やっぱり速攻強いですね。速攻スペシャル SS と速攻スペシャルの違いを、この針軸ですね、これがねちょっと下がってます。既存の SS より下がってますので、これがねテコの原理でかかりがね速い。あとはこの針の形状ですね、これも刺さりがかなり良くなってまして、名の通り速攻です。スナップをつける場所が小さくなってますので、てんやが誘った時とかね暴れにくいになってますので、これもね攻め、まあもうほんとひとまとめにすると攻め速攻ですね。早く攻める、そういう作りのねてんやになってますのでね、是非ね使っていただければと思います。はい、今のはコツンですね。コツンで合わせちゃいましたけど入りましたね。やっぱコツンでねかけれるっていうのはこの SP のてんやの強みだと思うんですよね。やっぱり早掛け勝負ね。はい、ちょっと小さいですけどね。はい、がっつりいいとこバッチリですね。コツンでね合わせてもここにかけられるってね、やっぱ形状がね針の形状と鋭さ、ヘッドの方もねがっちりホールドつけてますんで、ヘッドの方全然餌がずれてないですね。今回4色新色として出してます、高槻テスターと東京湾ではもちろんですけど、何度もテストしてもうほんと何度もやりました。でまあいい日も悪い日もねいろいろやって、特に良かった4色をね今回商品としてね出させていただくんですけど、まあ大阪湾なんかのね低下ステージの時なんかでも結果が出たような色になってますので、楽しみにしていただければ。で私渡辺テスターおすすめ、特にねゴールドシルバー、ゴージャスゴールド、ゴージャスシルバー、この2つはね今日結構当たってますんで、是非ね使っていただきたい色です。でもちろんねイワシのピンクとオレンジもかなり実績のあったカラーなんで、ぜひね4色皆様にはぜひ使っていただきたいと思います。今回全てがねノングロー、光らないタイプですね。でまあ私渡辺的使い方だと、まあ低活性時とかね、これからまあちょっと水温が下がって低活性になるような時期、光らない方がいいと私は思ってます。あとはね大型のタチウオ、でかいやつですね、やっぱちょっとね警戒心があるかなと思ってるんで、そういう大型狙いにもかなり有効だと思います。はい、バッチリ。今の当たりはバッチリですね。もうやっぱね速攻スペシャル、やっぱね名の通りね速攻かかりますんでね、速攻どんどん攻めてってもらってガンガン攻めていただいてね、はい、今のみたいな細かいプッっていうあたりでもね結構かけれますんでね、バッチリでしたね。合わせもちょっとかっこよかったですよね。はい、いいサイズ、速攻スペシャルブルピンです。今のはねもう本当に細かい食い上げるか上げないかような微妙な当たりでしたね。ただもう速攻でかけに行ったらバッチリかかりましたね。大成功。まあ普通のね今の既存の SS とどう使い分けてるかというとね、まあ、ちょっとね魚が渋いワンタッチでやめちゃうようなねちょっと速い魚ですね、見切りが速いような魚はやっぱり速攻スペシャルっていうのはねもうその名の通り速攻でかけに行けますんで、もうちょっとした当たりでもねどんどん積極的にねかけていただいて、でまあ AG ね AG のてんやと SS のてんやとのいいとこ取りのてんやなので、ぜひねその両方のいいとこを合わせ持った速攻スペシャルねぜひご体感いただければと思います。おいダブルヒットー、ダブルヒットー。まあてんやのね魅力って結構ねこういう一匹とのね駆け引きがね結構面白かったり、あとはまあでかいのがね結構な確率で狙えるってとこはやっぱねてんやの魅力だと思いますよ。やっぱりやっててねやっぱり楽しいですよねてんやはね。はいシルバータチウオてんや最高、面白いです。